聞いたことがある。ドレイクヘッドのクリスタル神殿には聖域を守る番人がいると。前に俺が潜り込んだ時にはお目にかからなかったんだがな。とにかく慎重に。 何かいる。なんてこった。 門番までアカシアになったのか。 叩くぞ。
クライブ。分かってる。
丈夫か？ええ。神殿はこの先だ。警備の増援が来る前に済ませるぞ。もっともこうエーテルだまりがあっちゃそう簡単には来れないだろうがな。クライブ。ん？全てのマザークリスタルを破壊した時、俺たちは魔法を使う最後の存在になる。場合によっては立場が逆転し、今よりもっとひどい目に遭うかもしれん。恐怖の対象としてな。だがそうなったとしても、いつかこの選択が道を開く。生まれも身分も関係なくなると信じている。やけに弱気だな。あんたらしくもない。言ったろ、もう一度信じるって。それじゃ行くとしよう。大悪党シド様の華麗な第一歩だ。さて、覚悟はいいか？もちろんだ。ええ、見届けるわ。ありがとうよ。さて、どうする？ちょっとやそっとじゃ壊れそうにないぞ。手伝おう。こいつはそこらのクリスタルとは違うようだ。もっと大きな力じゃないと。老体には応えるが、こいつばかりは仕方ねえか。下がってろ。ラムーに権限する。見
なんだ。クソ、俺がイフリートになれば。その声は。貴様どこに。ここは一体ここは以前にも。その声、やはり貴様か。どこだ。姿を見せろ。あいつまだ動けるのか。少し黙ってろ。相手をしている暇はない。あの化け物を殺して。ここThank you.
ラムーノ。
Thank you.
ライブ。よう、目が覚めたか。シド、傷が。また、みっともねえところを見られちまったな。待ってろ、今すぐ手当てを。そう思う。言ってられんぞ。ようやく分かったぜ。お前が奴を狂わせたのか。くたばりやがれ。クライブ、お前は俺がずっと言えなかったことをすんなり言ってのけた。人が人として生きられる場所を作ることなんだと。俺が本当に欲しかったのは、そう、誰もが自分の意志で生きられる場所だ。悠久なる火をまとい、再来の炎となれ。
ごめんね兄さん、こんな形でしか会えなくて。僕がわかるのかい？二人を守ろうとしたのか。本当にいい子だ。そこにいるのだろう、アルテマン。ほう、我が存在を知ったか。褒めて使わそう、フェニックス。お前のことを探るために随分と旅をした。僕たち兄弟が引き裂かれてからずっとね。お前の狙いが兄さんだということはもう分かっている。だが兄さんはこの僕が守る。ならば古の力秘めたる神々の息を、不浄なることの葉を払え。ほう、魔法衝撃。拉致が開かないな。もうよい、戯れはやめよ、フェニックス。器を渡してもらうぞ。させないよ、絶対。断りたるお前を倒せるなんて鼻から思っていないさ。でも兄さんを守るだけなら僕にもできる。一体何だと思う？